はあ、今日は阪神対巨人、伝統の一戦、楽しみやな。お父さん大丈夫？お父さん大丈夫？すぐ救急車呼ぶから。こんな時、皆さんは落ち着いて119番通報ができていますか？家族が急に具合が悪くなったり、交通事故に遭遇したりした時、火事を見つけた時など、急な出来事で慌てていることがほとんどだと思います。今回はいざという時に、的確に119番通報ができるようポイントをお伝えしようと思います。119番通報をしますと、南丹消防本部の通信指令室につながります。通信指令員が質問しますので、状況をお答えください。まず、あまり良くない例から見てみましょう。はい、119です。火事ですか？救急ですか？早く来てください。お父さんが急に倒れて苦しんでいるんです。救急車の要請でよろしいですか？そんなの当たり前でしょ。いいから早く救急車をよこしてください。まずは救急車が向かう場所を教えてください。市役所の交差点を右折してすぐある赤い家です。救急車が向かう住所を教えてください。まだわからないんですか？平田です。近くまで来ていただいたらわかります。家の前で待っていますから大至急来てください。もしもし、もしもし。このような通報ですと、正しい情報は得られず、救急車は出動することはできません。では、どのように通報したらよいのでしょうか。正しい例を見てみましょう。はい、119です。火事ですか？救急ですか？救急です。救急車をお願いします。119番通報をした際は、通信指令員が質問しますので、落ち着いて答えてください。まずは、火事なのか救急なのか、はっきり伝えましょう。はい、救急車が向かう場所を教えてください。はい、朝来市和田山町、平田436-1になります。世帯主のお名前を教えてください。矢部太郎です。はい、地図で場所を確認していますが、近くに目印となる建物や、隣の家など教えていただけますか？はい、南丹消防署の西隣で、北側には朝郷太郎さんのお宅があります。消防車や救急車が出動するためには、正確な場所を特定する必要があります。住所や目標物の情報、近隣に住んでおられる方の名前を聞くこともあります。分かる範囲でお答えください。はい、場所確認できました。どなたがどうされました？はい、60歳の父親が急に胸が苦しいと言っております。その方は意識はありますか？呼吸状態は普段と同じですか？何とか受け答えはできますが、呼吸もしんどそうです。どのような火事か、怪我や病気の状態を詳しく伝えてください。119番の聞き取りと出動指令、隊員の出動準備は並行して行っております。聞き取りが長くなっても出動が遅れることはありません。安心してできるだけ詳しく状況を説明してください。わかりました。最後にあなたの名前とおかけの電話番号をお願いします。はい、矢部一郎です。電話番号は 090-1234-5678 になります。わかりました。救急車が近くに見えましたら、誘導の方お願いします。はい、わかりました。119番の内容によっては、初期消火や応急手当などをお願いする場合があります。可能な範囲でご協力ください。こちらが通信指令室です。矢部市、朝来市で119番通報をすると、こちらにいる通信指令員が対応します。
こちらに設置している高機能消防指令システムには、養父市、朝来市内の住民情報、公共施設やバス停、飲食店や工場など、さまざまな目標物のデータが登録されています。119番通報を受けると、通報者から住所や目標物を聞き取り、データ検索を行います。また、携帯電話からの通報であれば、位置情報を取得して、出動場所を確認することもあります。ただし、市境や県境から通報した場合、電波状況によっては、南丹消防本部ではない消防本部につながることもあります。この場合、住所や現在地を伝えると、南丹消防本部に転送することが可能です。はい、胸の痛みですね。はい、わかりました。したら救急車の方を向かわせます。出動する場所が確定すれば、予告指令として出動場所と火事か救急かなどを音声メッセージで全ての消防署出張所に自動放送します。この時点で出動準備を行います。朝来署管内和田山町平田救急入電中。消防車や救急車が向かう場所の特定ができましたら、続いてどのような火事か、怪我や病気の状態について確認します。状況を聞きながら出動させる消防車や救急車の台数、ドクターヘリやドクターカーの要請が必要かなどを判断し、出動指令として音声メッセージ、指令書、指令データを送信します。これを受けて各出動隊は現場に出動していきます。なお、これは119番通報の聞き取りと並行して行っていますので、聞き取りが長くても出動が遅れることはありません。通報者に初期消火や応急手当をお願いすることがあります。火災を発見した場合、早いタイミングなら初期消火が非常に重要です。小さな火のうちに対応することで、大きな火災につながる可能性を減らすことができます。また、心臓や呼吸が止まっている場合、喉に食べ物を詰めてしまった場合、大量に出血している場合、やけどをしている場合などは、早急に手当てをすることで、命を助けたり、症状を軽くしたりすることができます。通信指令員からこうした協力依頼があれば、可能な範囲で協力してください。出動した消防車や救急車は、現場に少しでも早く到着できるよう努力しています。しかし、スピードを出しすぎて事故を起こしたり、現場を間違えたりすると、かえって到着が遅くなってしまいます。私たちは、安全・確実に現場へ到着することを第一に考えています。また、サイレンを鳴らさずに来てほしいと言われることがありますが、緊急車両は赤色灯をつけ、サイレンを鳴らして走行することが法令で決められています。サイレンを鳴らさずに向かうことはできませんので、どうかご理解ください。令和4年度南丹消防本部では、間違いやいたずらと思われる通報が107件ありました。いたずらで119番通報をすると、場合によっては犯罪になります。絶対に行わないでください。万が一、誤って119番通報をしてしまった場合、黙って電話を切るのではなく、必ず間違いであることを伝えてください。場合によっては、通信指令室から折り返し電話をすることがありますので、必ず電話に出て、消防車や
救急車が必要かどうか、間違えて電話をしてしまったことを伝えてください。消防車や救急車が少しでも現場に早くたどり着くためには、通報する皆さんのご協力が必要です。私たち通信指令員がサポートしますので、どうかご協力よろしくお願いいたします。